こんにちは、チョメです。4年目第16章、ストーリーパート7分の1。いよいよ最終回だね、4年目。じゃ、チャーリーと話しましょう、廊下で。多分、雲を倒してダンブルドア先生にポイント100点をもらって、次の章へって感じかな。呪われた部屋また入るよ、多分。何が待ってるんだろうね。前の部屋は矢尻を見つけたね。どうして魔法道具の部屋で会いたかったんだ、チャーリー。僕が知っている中で一番安全な部屋だからだよ。ここなら誰にも忍び寄られない。でもなんか盗聴器とかすごい隠してる、せる場所だけどね。前にここでマネ妖怪ボカードを見つけたんだけど、絶対に安全だとは言ってないよ。ベンのことがあってから何でも不安を感じるようになったんだ。襲われた後だから禁じられた森に戻るのはやめた方がいいんじゃないのか。いや、だからこそ、前よりも戻りたいって思ってるよ。この呪いを破りたいんだ。ハグリッドは来るのか？うん、約束したよ。ああ、ハグリッドがトルブスのところに連れて行ってくれて、トルブスがそこから呪われた部屋に連れて行ってくれる。他に誰を連れて行きたい？ペニー・ヘイウッド、ビル・ウィーズリー、ローワン・カナ。これはね、ペニー連れて行きたいんだけど、ペニーね、レベルカンストしてるんだよね。だからビル・ウィーズリーにします。多分また話し合いするでしょう。ビルは誘うよ。戦闘になったら一番頼りになるか。前の時ね、ちょっと後悔したんだよね。ペニー誘った後、ちょっとね、バタービールやってからね。いい選択だ、チョメ。ビルが卒業する前に、兄弟で命知らずな冒険に出られるなんて最高だよ。僕は戦闘用の呪文を練習するよ。皆が森に入る準備ができたら教えてくれ。多分どっかでバタービールかどっかでビルと話すと思うよ。あ、やっぱりね。ビルに作戦を伝える。大広間まで会いに来てくれ、チョメ。呪われた部屋を見つける。手助けをしたい。じゃあ行きましょうかね。で、ビルに作戦を伝える。あ、これ一応話しとこう。来年のグリフィンドールの監督戦に誰が選ばれるの聞いたか？だからこれだね。これで選びました、今回は。ペニーが最大なのでビルね。今18でしょ？これ上がるからね、一応、ストーリーで。前ね、ちょっと失敗しちゃったから。ベンについて広まっている噂は本当なの？私たちずっと騙されたの？いやー、違うと思うよ。ベンがそんなことする、臆病、勇敢、まあいいや。コッパーがあんたを襲ったんだって YouTube、襲っちゃいましたね。よし。なんでここだけご飯置いてないんだろう。大丈夫か、チョメ。ベンのこと聞いた。あ、まだ注文してないかもしれんね。あ、まだハロウィン仕様だった。バレるね。いつ、あれ、録画してるかバレるわ。僕は大丈夫だよ。幸い、チャーリーとローワンもな。レイクピックが助けてくれたんだ。いや、もう12月に投稿してるかもしれない、この動画。ベンがあんなことするなんて信じられない。何も覚えてないって言ってるよ。彼の言い分を信じるか？信じたいけど、正直今は呪われた部屋を見つけるために森に戻すことしか考えてないよ。一緒に来てくれないか？どうかな、チョメ。話を聞いてると誰も戻るべきじゃないと思う。作戦を説明させてくれ。皆で力を合わせれば何も心配することはないってわかると思うよ。いや、これであれだね。いやー、これでいつ撮影してるかバレちゃうわ。学校でいろんなことが起こっているのに、こんな危険なことをするのは得策じゃないと思う。でもね、休みの日とかね、早めにね、まとめ撮りしてないと毎日投稿無理なんだよね。どうして僕に一緒に来てほしいんだ？ドラゴンの使い手だから、強い魔法を使えたから、呪い破りの才能があるから、一番下かな。はい。まあ、真ん中でもいいけど、もうね、最初からもう呪い破りだね。氷の部屋から。どうやってケンタウロスを見つけるんだ？ビリア・ミリアスを唱える。ハグリッドが連れて行ってくれ。レパリファージを唱える。一番上は前だね。今回はハグリッドです。前の選択肢はビリミリアスでね、ケンタウロスを見つけたけど、今回はハグリッドが連れて行ってくれます。君に作戦があることは分かってるけど、やっぱり実行すべきだとはまだ思えないよな。分かった。とりあえず話を続けよう。いい作戦だってことが分かると思うから。呪われた部屋はどうするんだ？部屋で見つけた地図を使う。ニフラーが見つける。ケンタウルスが連れて行って一番下でしょう。ニフラーはもうアウトよ。あれ、きらびやかなやつだからね。矢尻だからね、ニフラーは。部屋で見つけた地図とかわかんないよ、そんなの。わかんないからケンタウルスに頼んでるんよ。だんだんわかってきたよ、チョメ。だけどもう少し質問させてくれ。これでもいい質問だね、結構。ズバズバと。もちろんだよ、ビル。頭に浮かんだことを教えてくれ。だからこの通りになるんだよ、今から。何が部屋を守ってるんだ？これはね、あ、これ真ん中だね。アクロマンチュラ。これアクロマンチュラの勉強ばっかしてきたからね。ボートラックルが守っとるってある意味面白いね。あ、次の問題も見たかったな。で、これでね、18だけど、上がるんだよね、これで。
ほら、すごく上がるでしょ ?160 も上がるでしょ、ね、お得なんだよね、だから。つまり呪われた部屋へ連れて行ってくれるケンタウロスのところにハグリッドが連れて行ってくれるってことか。そして部屋を守っているのはアクロマンチュラ。だけど部屋の中に何があるのかは見当がついてない。その通りだ。呪い破りとしてキャリアを始めるのがいい練習になりそうだ。次は待ち時間あるかな。森でハグリッドに会う。森に入るが準備ができたぞ、ジョメ。森の一部に広がる森でトリビスをお寄りしよう。まあ、とりあえず3時間のあれだったら、受けて、マックスになって、まあ、行くって感じかな。もう、あれだからね、3時間の、クエストを兼ねてこんな感じでやってる。よし、トルブス、久しぶりだな。トルブス、元気にしてたか?ああ、まあな、もうすぐ死ぬかもしれないということを除けば、まあまあやってる。やあ、チャーリー。やあ、トルブス、最近ドラゴンを見かけたか?ドラゴンなんて見たことがない。君のドラゴン好きは、好きを通り越して異常だと思うぞ。呪われた部屋まで連れて行ってくれますか?ああ、もちろんだ。だが会話はハグリッドに任せるということを忘れないでくれ。よし、じゃあ行こっか。8時間か。呪われた部屋に入る。呪われた部屋はすぐには見つからない可能性がある、チョメ。しっかり準備した方がいい。いや、今まで準備する時間いっぱいあったでしょ?じゃあ次回に。いや、わからん。動画は繋がってるかもしれません。こんにちは、チョメです。4年目第16章ストーリーパート7分の4。呪われた部屋の扉を開けよう。呪われた部屋に入るをやっていきます。呪われた部屋に入りましょう。あ、ロードが遅い。蜘蛛の巣。いやー、いいね。緊張するわ。ハグリッドも、みんないるからね。本当にここなんですか?呪われた部屋はどこですか?この蜘蛛の巣の下のどこかだ。さっさと見つけないと。あ、出てきた。これがアクロマンチュラ?なんか血統っぽいな。でかくね?見つけないとなんだ?ケンタロスス。アクロマンチュラ。ああ、ハグリッド。話せるんだ。この雲と知り合いなのか?こいつとは面識はないが、アクロマンチュラは俺のことを知ってる。昔からの知り合いだ。呪われた部屋について聞いてくれ。自分で聞いたらどうだ?人間。噛みつきはしないから安心しろ。面白いやつだな。呪われた部屋はどこですか?お前に教えてやる理由などないな。お前が無誘病者を食っていることを教えてやったらどうだ。以前ほど簡単に食えなくなった。あ、食ってたんだ。昔無誘病にかかった人間がこの場所に来るようになった時に、俺はこの森に住み着いた。俺の腹を満たしてくれるが、奴らはここに来なくなった。私が彼らを止めているのだ。それなら俺に代わりとなる食事を持ってきてもらう必要があるな、ケンタウルス。俺たちはお前さんを傷つけるために来たんじゃないんだ。呪われた部屋を探しているだけなんだ。俺も別にお前を傷つけようとは思っていない、ハグリッド。自由に探索するといい。まあ、クロマンチュラも生きるために食べないといけないからね。親切にありがとうな。お前さんの巣を壊さないように皆で気をつけるからな。そうじゃな、ハグリッド。自由に探索していいのはお前一人だけだ。お前の仲間は食わせてもらう。うわぁ、食われる。助けてくれ。うわぁ俺を気づける気はないって言ったじゃないか、ハグリッド。悪いが気が変わった。そのクロスボウが気に食わないんだ。あ、まあ、確かにね、戦う気満々だもんな。それにお前が一番でかい。俺はすごく腹が減ってるんだ。スティーピーファイ。よーし。全然聞いてないな。今のは何だ?最近習った新しい呪文だ。来年教えてやるからな。呪文のダメージがもう回復しているみたいだ。大丈夫だ。何度だって吹き飛ばしてやる。目を回している間に仲間を解放しないと。ディフェンド。あ、よかった。ビル連れてきてよかったわ、マジで。ね、すごい戦ってる。これペニーだったらどうなってたんだろう。魔法薬投げるんかな。ありがとう、チョメ。クモの餌にされるかと思ったよ。ディフェンド。ディフェンド何回も唱えてるね。あと2回とないんやいけんのかな。ハグリッドから助けた方がなんか、あ、まあ、いいか。ありがとう、チョメ。こんな場所に連れてきてしまって申し訳なく思ってる。ディフェンド。これもう一個終わりだね、これで。よし、助けますよ、みんな。ありがとう、チョメ。助けてくれて。俺の餌を盗んだな。盗んではないでしょう。助けたんだよ。また失神の呪文が効くとは思えないな。
下がってくれみんな。よし、決闘や、決闘。戦うぜ。300ゴールド。攻撃的に行こう、もう。いや、やっぱコソコソしてくるか。なんかコソコソしてくる感じはする。あ、間違えてコンフニンゴ選んじゃった。失神させちゃおう。多分ね、攻撃的で来ると思うんだよね、敵は。攻撃的か、コソコソ。守りはあんまないでしょって言ったら守りが来たわ。お前守るっていう、あれ頭が使えんのか。わお、守るって言って攻撃してるじゃねえか。失神するの。じゃあ攻撃的でいくわ。失神でダメかもな。ね。これ攻撃的にしてたら相手が守り選んでもあまりダメージが食らわないから。はい、結構いい感じにできてたんじゃん。もったいな。てか今のところコソコソ率が高いな。てかコソコソと守りに徹するが多いんなら、いや、こそこそしかねえじゃねえか。で、デパルスを前に食わしてやるよ。インデンシドでもいいかもしれんな、炎呪文。デパルソ。どんだけ、わお、結構食らうね。じゃあ、デパルソ2発でよかったな。あ、よかった。火炎で。オッケー。え、余裕だったな。でかかったんだけど。さっきの、なんか糸でみんなを一気に3人とも身動き取れんくしたのは、うまい選択だったけど、チョメとビルをやらんかったのは、あれだね。このアクロマンチェラの失点だね。うまくいくといいけど。アラーニア、エグズメイ。習ったやつだね。オッケーじゃないよ。これ難しくね？オッケー。あれ、クモの巣でやっつける順番を間違っちゃったね、アクロマンチェラは。よし、吹っ飛ばしたて。あ、逃げていった。なんかでもちょっとかわいそうになってきたな。相手の場所だからね。大丈夫か、チョメ。だって勝手に家に来られてからこうやってなんか追い出されたって感じだもんな。逆の立場になるとね。僕は大丈夫だよ。皆は君のおかげだよ。あと僕の失神の呪文のな。ドラゴンに携わることを考えててよかったよ。アクロマンチェラなんかよりもずっと安全そうだから。あ、いよいよ呪われた部屋？呪われた部屋を探しに行こう。来る、トルブスがこのクモの巣の下のどこかでって言ってたな。ディフェンド。またディフェンドか。まあ、クモの巣を取りましょう。おいーし。やめて、今実況中なんだよ。間違っちゃダメだよ、ここは。まあ、決闘中じゃないから大丈夫だけどね。呪われた部屋か？それは入ってからのお楽しみ。こんなところにあったんだね。結構、ね、わかりやすかったね。